まれたものは全部ね。買い出しも早く済んだことだし、ちょっとガンショップでも覗いていこうかしら。おい、聞いたか？この町にもとうとう現れたんだってよ、秘密結社アフィマックスが。てかお前、なんで秘密結社なのに名前とか存在とか知ってんだよ。 N チャンネルじゃ有名だぞ。なんでも異次元から来たと自称するネプタイターとかいうやつが教えてくれたんだ。この昨夜教会で起こった盗難騒ぎも秘密結社が絡んでいるって噂だ。ふーん、教会で盗難騒ぎね。まったく、警備くらいしっかりしなさいよね。あ、なにこれ、今空から落ちてきたような。で、これ確か教会の地下の部屋に保管されてたアンティークの電源ケーブルに似ているような。あ、すまんでござる。それ、あ、拙者が落とし、まで。びっくりした。落とし物ってこれのこと？そうでござる。けどこれって教会にあったものよね。まさかこれあんたが教会から盗んだんじゃないわよね。違うでござる。拙者、決して泥棒などやっていないでござる。これはそう、盗人から取り返したものでござる。取り返した？あんたが？うさんくさ。拙者、義足のジロ吉と申すでござる。変な語尾。その、拙者、女性と話すのが、その、苦手で。ああ、そういうこと。まあいいわ、これはあんたに返してあげる。その代わり、ちゃんと教会に返すのよ。かたじけないでござる。それじゃあね、自称正義の義賊、ジロ吉さん。喉渇いたわね。ちょっと飲み物でも買って帰ろうかしら。この間の忍者？お主はいつぞやの。どうして拙者に気づけたのでござるか。はあ、言ってる意味わかんないんだけど。そんな見た目で立ち読みしてるんじゃ気づかない方が難しいわよ。気づかないことの方が難しい、そんなことが。名前を教えてくれないでござるか。別にいいけど、ユニよ。ユニ殿でござるか。可愛らしくて、そのいい名前でござるな。褒めても何も出ないわよ。けど悪い気はしないわね。ありがとう。ところでユニ殿はどうしてここにいるでござるか。喉が渇いたからちょっと飲み物をね。そういうあんたは何を飲んでるのよ。それはしまったでござる。相手は年頃の女子、貧乏を立ち読みしているなどと知られれば軽蔑間違いなしでござる。拙者は特に何も、ただ暇つぶしに立ち読みしに来ただけで。いいから後ろに隠してるの見せなさいよ。何でもいいから後ろにある棚の本堂を取り替えねば。隙あり。わあ、それは何月刊バラ兄弟。今月の特集はわっしょい男だらけの男祭り、今年の福男は誰の手に。なんのよこの本は。まさかあんた、そっちの人だったの？しまった。なんでほんとすり替えてしまったでござるか。これではユニ殿に軽蔑されてしまうでござる。けど、まあ趣味は人それぞれだし、別に私があんたの趣味にとやかく言うつもりはないわ。あれ、もしかして引いてないでござるか。知り合いにあんたと似た趣味の人がいるから少しは慣れてるだけ。けど
そんな本を昼間から立ち読みするのはあまり関心はしないわよ。小さい子だって来るんだし、店員さんの邪魔にもなるから買って読みなさいよね。あ、いや、だからこれは。っていけない、もうお姉ちゃんとの待ち合わせの時間じゃない。それじゃあまたね、バラ忍者さん。バラ忍者さんって絶対誤解されたでござる。気をセットして、うむ、これで準備は万全だ。
ハンレールね。アクセス。女神の力見せてあげるわ。誰かしら。弱いな。
あいつね。特注の弾よ。私は私にできることをやる。それが全て。ミッション完了。合成工場レベルアップです。あーもういつの間にこんな傷できたのよ。食べようかな。まず行動、人生の基本ルールね。いただき、そこで、よっと、よっと、自分の魅力決めるわ。思い知りなさい。
こに行くのね。頑張りましょう。よっと、やっ、はっ、えい、やっ、はっ、やっ、よっと。ミッションスタート。誰を食べようかな。私のターンね。外れだったわね。もしかしたらこの辺の新種は全部狩られたのかしら。もう少し範囲を広げてみる。それだとラステーションから離れてる時間が長くなるから、いざという時に駆けつけられなくなるわ。そうだよね。ノワールさん、ユニさん。どうしたのよケイシャン、そんなに慌てて。何かあったの？新種のモンスターの件、情報が手に入りました。本当にでかしたわケイシャ。ありがとうございます。で、モンスターってどこにいるの？それが近くの町にある地下鉄の構内に現れたらしいんです。ありがとうございます。で、モンスターってどこにいるの？それが近くの町にある地下鉄の構内に現れたらしいんです。駅の構内ですって？なんでそんなところに？私に聞かれても。今ラステーションの兵隊さんがその町に向かったって情報しかなくて。なんですって？その情報を先に言いなさいよユニ。急いでその町に向かうわよ。任せて。あの、ノワールさん。危ないから警察はここで待ってて。わかりました。無事に帰ってきてくださいね。もちろんよ。私を誰だと思ってるの？はい。なんだか夫を戦地に送り出す奥さんみたい。奥さんだなんて、そんな。なんでまんざらでもなさそうなのかしら。ほら、バカなこと言ってないで早く行くわよ。Thank you.
つけられる相手がいるなら見てみたいわ。いい趣味じゃない。どう？のはずなのに素直に喜べないわ。でもどうしよう、これじゃあもたもたしてるうちに先を越されちゃうよ。落ち着きなさい。今は逃げてきた人たちから情報を集めて中の状況を探りましょう。大した情報が集まらないわね。分かったのは校内に突然変なモンスターが出てきたってことくらい。ユニの方はどうかしら。ずいぶんと遅いみたいだけど。お姉ちゃん大変、校内にまだ逃げ遅れた人がいるみたい。どういうこと？兵士たちは何をしてるのよ。それが逃げ遅れた人たちを助けに行った兵士たちも連絡が取れないんだって。まったく何やってるのよ。なんでこうもうちの兵士は練度不足で世話ばっかり焼かせるのよ。ちょ、お姉ちゃん、そこのあなた、逃げ遅れた人がまだ中に残ってるって本当？え、俺？ああ、まだ残っているが、ちゃんと救出隊を出した。で、その救出隊から連絡はあったの？いや、まだ連絡はない。我々もどうしたものかと迷っていて。迷ってる暇があったら助けに行きなさいよ。市民の命が大事じゃないの？そうは言っても。なんだなんだ？何の騒ぎだ？なんか女の子が兵士と揉めてるらしいぞ。人の命がどうとか。そういや、逃げ遅れた人がいるって話だったな。なんだよ、まだ救出できてないのかよ。我々も全力で市民の救出を。もういい、どきなさい。私が助けに行くから。ちょっと待て、ここは危険だ。通すわけにはいかない。危険なのは分かってるわよ。いいからどきなさい。ごめんなさい、でも人の命がかかってるの。ちょっと、兵士に手を挙げちゃダメじゃなかったの？緊急事態よ、ユニ、突入するわよ。あの何？急いでるんだから邪魔しないで。自分がこのようなことを言うのは忍びないのですが、市民を、仲間をお願いします。女神様。あなた？ええ、任せといて。待て。なあ、あの二人どっかで見たことないか。そういえば今の子は指名手配されてるやつじゃないのか。おいおい、マジかよ。まさかカジバ泥棒ってやつか。最低だな。あの人たちはそんなことしません。ノワールさんはとても優しい人ですよ。え、どうした？いや、
今声が聞こえた気がしたんだけど。よっと、はっ。私一人で十分ね。迅速で決めます。迅速で決めます。
次は。はっ、よっと。へ、油断大敵よ。状況を開始します。切り分け、次のターンで決めるわ。見せてあげる。とどめよ。永遠に決めるわ。プロセッサユニット到着。攻勢に出ます。陣地解放。まるでピクニックでしたね。こんな相手楽勝じゃない。状況を開始します。このターンで決めるわ。自分の無力さ止める。思い知りなさい。攻勢に出ます。私のターンね。アクセス。逃さない。とどめよ。あんたのその力学ばせてもらうわ。順に消えていく。ただそれだけ。誰にしようかしら。あんたにその力攻勢に出ます。もらうわ。相手が誰でも私が投げ払う。私の相手は誰かしら。迅速で決めます。村さ、今度は私が攻める番よ。するわ。ユニ、援護お願い。任せて。いい返事よ、ユニ。ユニ、とどめはあなたが。隠されたからには答えなきゃね。とどめよ。私ってば強すぎるわね。また強くなっちゃったわね。これまでの経験が生きてきたわね。やった。
なりの数がいるみたいね。早く助けに行かないと手遅れになる可能性があるわ。うん、早く見つけてあげよう。今人の気配がした気がしたけど、え、誰もいないみたいだよ。気のせいかしら。そうよね、入り口のところにとどまってるはずもないわよね。え、やった、奇襲成功。状況を開始します。気に入って撃破。相手は誰かしら。